SNK Play More。 キングオブファイターズ、世界最大規模にして最高水準の格闘大会みたいだね。僕が初めて出場した前回の大会、ハルケシカノチより譲る者と名乗る組織や向かいやら結構利用させてもらったよね。とりあえずお姉さんの力は手に入れたし、次は八神伊織くん、君にキーン、次の大会が楽しみだな。僕はアッシュ、アッシュクリムゾン。今日は僕がザ・キングオブファイターズ11の紹介をするね。あ、そうそう、11って言ってもサッカーゲームじゃないから。いろんなモードが追加されてるみたいだね。1対1で体力がなくなるまでコンピューターと対戦するエンドレスモード。何が面白いのかな。その程度の相手じゃ話にならないよね。さまざまなミッションをクリアしていくチャレンジモード。過酷なミッションが40も用意されてるみたいだけど、めんどくさいのは僕の趣味じゃないんだよね。ま、草薙京くんにはいい練習になるんじゃない。隠しキャラクターが14体も参戦するんだって。特定条件を満たすとエキストラキャラクター5体が使えるらしいよ。でもなんかつまんない人たちばかりだな。僕を楽しませてくれる人はいないのかな。すごいわお兄様。そしてこちらが PS2 だけのオリジナルキャラクター、7体が使用できるみたいだね。知らない顔ばかりだな。でもイベントには愉快なピエロは必須だよね。さらにボスキャラクターが2体。彼らがボスキャラクター、強そうだな。ま、今回も利用させてもらうけど、他にもたくさんの追加要素があるみたいだね。ステージが4つも追加されてるんだって。僕は全然興味ないけど。BGM も10曲追加されてるみたいだね。でも誰の選曲？僕の趣味じゃないんだよね。そしてギャラリーモード。これは面白そうだな。未公開のイラストもあるみたいだし、さらにオリジナルのエンディングも追加されてるみたいだね。僕をゾクゾクさせるのがうまいよね。努力賞をあげるよ。
ちろんマルチマッチング BB にも対応。強い相手をお探しの方はこちらへどうぞ。 The left you are team member. Ready?ここだ。じゃあここでちょっと休憩。イレブンのダイジェストシーンをドーンと紹介するね。アッシュクリムゾン怒りに身を焦がすって感じ。てめえジェンダってさ、貴様に用はない。今ここで死ね。やっぱり退屈させないよね。6月22日発売らしいけど、本当に発売日に出るのかな。あ、そうそう、最後に僕たちチームのエンディングをちょっとだけ紹介するね。うん、喧嘩は良くないよね。ま、予定通りだけど。それじゃみんな、オルブワー。